この長袖1枚に49,500円、140g しかない。ほぼマジで着てる感覚ないんですよね。はい、本日はですね、こちらアークテリクスの、新作のシャツをご紹介していきたいなと思います。ということで、最近巷ではね、アークテリクスめっちゃ人気なんですよ。でね、このシャツもね、買えるかな思ってね、ギリギリポチってみたんですけども、アイテム名がですね、フォーマットロングスリーブシャツというシャツの名前になっておりまして、見てもらったら分かる通り結構シャカシャカなんですよ。で値段も見てもらったら分かる通り 49,500 円なんですよね。ロンティーっていうかこの長袖1枚に 49,500 円なんですかって僕2度見しました。マジってなったんやけども、マジなんですってことでね、買わせていただきました。で購入した時に一緒にね、この辺もなんかついてきてますけど、これなんだろう、これはあれですかね、保証書的なやつなんですかね、こういったなんかカスタマーみたいなカードがついておりましたけども、最近アークテリクスもね結構偽も多いからね、皆さんほんま気をつけてほしいなと思いますけども、こんなのがついておりました。でこれ早速ね着ていきたいなと思います。僕ねパッと見た感じのイメージとしては、なんか野球のアンダーシャツのシャカシャカのやつみたいな、これ聞くだけであーっていう人いてると思うけども、ちょっと一回着てみましょう。はい、ということで見てもらいましょう。これがですね、178cmの69kgで、サイズが M サイズで着用しております。僕普段サイズね、アークテリクス全部 M サイズなんで、ちょうどいいかなと思いますけども、ちょっとね、部位によってね、生地が違うんですよ。この表の部位に関しては、後で言うんですけど、防風の生地を使われてるので、ちょっとシャカシャカしてる。で、この脇の部分とか、ちょっとどっちかというとニット素材みたいな素材が使われてたりだとか、このリブンとかもそうですね、ちょっとこう伸びるような感じ。でも手の甲の部分に関してはシャカシャカの方なんで、なんか変わってるなと思います。で、ポケットもね、こんな感じのポケットジップ付きでついてますけども、これもランニングとかするようなんかな、ちょっとわからんねんけども購入してみました。で、まず最初の特徴としてはね、どう見ても撥水性とか、そういう防風性とかがありそうですよね。っていうのもね、裏側見てもらおうかな、縫製の、ね、裏側見てもらうとこうやってシームテープ貼ってるんですよ。でこのシームテープって、へえそれがどうしたんと思うかもしれないけど、シームテープ貼るっていうことは要はそこから水が入らないようにしてるんですよ。でなんでそんなことしやなあかんかっていうと、防水って歌おうと思ったり撥水って歌おうと思ったりしたら、やっぱここまで気をつけやなあかんっていうところがあるので、これを気をつけてるってことは、おそらく水に強いって言いたいねんなっていうところが予想されるんですよ。って考えたら、これからの時期とかにパッて一つかぶっとって、水とか風とかにも対応してるよと。だからちょっと寒いなと、ちょっと汗冷えしてきたなとかっていう時なんかに一枚上から羽織るっていうのがねいいかなと思います。で僕ただ今ね、中何にも着てないんですよ。中今ラーで着てるんだけど、このラーで着るっていうのはちょっとやめた方がいいと思います。なんでかっていうと、このシャカシャカがベタベタひっつくいてくると思うので、あくまで T シャツ着た上でこう着るとかっていう感じのスタイルがね一番いいかなとは思いますが、インナーの上に羽織るような、イメージでいいかなと思います。ただこれすごいのがね、これで140g しかないって公式で発表してるんですよ。で140ってそれがどうしたんと思うかもしれないけど、例えばねこういう普通の皆さんロンティー持ってますよね。ロンティーって大体 300g とか 400g とか、ともすればもうちょっと 500g ぐらいまで音数が分厚かったらあるやつもあったりするんですよ。でそれ考えた時にね、140? めちゃくちゃ薄いやんって分かってもらえるでしょ。そうなんですよ。だから普通のロンティーとかの半分か、もしくは3分の1ぐらいの重さって思ってもらうと、着てるねんけどこれまるで着てないかのようなね軽さが実現されて、なおかつ部分によってこういうストレッチが効いてるので、動くのにも全然不満がないと。背中とかが多分ねこうニット素材って結構多いと思うんですよ。それは何でかっていうと、これ伸びるようになってる。ただ逆側はもう全く伸びない、ピンってこう止まっちゃうから伸びないんですけど、これがねなんか注目のアイテムみたいな感じで出てたんですよ。でほんまかいな思って買ってみたんやけど、一応こんな感じになってると。だから僕もいつ来るまでねこれ何用なんかなと思いながら買ったけど、実際着てみて思ったのが、これはあくまで動くことを想定してたりとかするので、私服でも着れんことはないと思うけども、やっぱギア感ありますよね。こうやって見た時にこれ私服ですかって言われたら、なんかちょっとギア感ありますよねってなってくるから、スポーツとかそういう時の方がより向いてるんじゃないかなと思います。だからランニングする時とかには着ないけど、ランニング終わってからちょっと肌寒いから上から羽織っとこうとかね、着とこうとかっていうのがいいんかなと思いますので、そういう使い方が一番いいかなと思うんですが、ただデメリットとしてはこれにね 49,500 円出すんですよ。って考えた時にほとんどの人これ用から考えたら使わんと思うんですよね。でやったらこっちのベータ LT とかね、ベータジャケットとかそういうジャケットを使っておけば、確かこれも5万前後ぐらいで買えると思うんですけど、これの方がよっぽどね用途の幅は広いと思います。ただこの間視聴者さんに聞いたらね、実はもうアークテリクスって今もう中国人がなんか買い占めてるからほとんどないんですよと。だから在庫がなくてプレネになってるんですよってっておっしゃってあったから、そう考えたらアークテリクスがこのゼータとかベータの生産が追いついてないからこういう違うアイテムも出してきたんかなとかって思ったりはするんですけどもね、それはこっちの方が汎用性あるでしょ。めちゃくちゃそれはいろんなところで着れるやんと思うけども、こっちってなったら確かにちょっと着るよと限られるかなと。いやそもそもちょっと待てよとタクゾーと、このゼータのジャケットとこのロングスリーブシャツのジャケットって用途ちゃうでって言うかもしれんけども、値段考えてくださいよ。495っていうのが確かわからないけど49,500円でそこそこするじゃないですかって考えた時に、両方買うかっていう人もいてるとは思うんですけど、片方にしようかなって思う方が多いと思うので、やったらこっちでいいんちゃうかなと思ったりはします。これなんかよう見てきたら弱小チームの野球チームみたいに見えてきましたね。野球の弱いチームってこういうアンダーシャツ着てますけども、そういう風に見えてきたけども見えません？なのでデメリットとしてはちょっと用途が限定的に絞られちゃうから、やったらベータとかゼータとかゼータ LT とかそっちに行った方がいいんかもしれないです。でじゃあおすすめの人どんな人がおすすめなんかっていうと、やっぱねとにかく軽いんですよ。さっきのこのベータ LT ですらもう軽いんですけど、確か 400g とかそれがあったかなって考えたらもう3分の1ぐらいしかこれないので、ほぼマジで着てる感覚ないんですよね。ただ着心地がいいかって言われたら着心地は良くない。なんでかっていうとこのナイロンのシャカシャカした感じがただ肌に当たってるだけだから着心地がいいってわけじゃないんやけども、ただ着てる感じは全くないっていうところが、着てて疲れないというかね、やっぱフードあるやつでどうしても肩とか首凝ってくんねんなとかね、ちょっと重い服ってちょっと疲れてくんねんなっていう方なんかは T シャツの上にこれ着てもたった 140g やから、イメージとしてはこう浮いてる感じでフワンフワンと浮いてるような感じ、こんな感じでめっちゃ軽いんですよ。だから軽いなっていうことはあるんやけども、僕ねとあるその雑誌かウェブ記事かなんか見てね、これが注目って書いてあったから買ったけど、その記事見てへんかったら絶対買ってない。もう今でもその記事見んかったらよかったなと思うぐらいな感じなんやけども、買っちゃったから一応動画にしてますけどもね、おそらくねそういう記事見てね、これ気になってたっていう方もいらっしゃると思うんですけども、あとはもう用途次第、用途が合ってればバッチリやし、普段脱ぎ着するんやったらジップの方がよくねっていう、プルオーバーかぶのめんどくさくねっていう人からしたらちょっと微妙やったりするっていうことでね、僕は完全に合わない感じなんですけど、人によったらそれ合うかもしれないのでね、そういうことでアークテリクスのジャケットということになっておりました。ついでにねアークテリクスもね、僕今まで偽物とか本物とか比較やってきましたけども、それに拍車かけてねマジで今ほんま買われへんらしいんですよ。途中でも言ったけど、だから買われへんからって言ってこう妥協したりとかフリマとかで買うとかじゃなくて、極力いつも言ってますけども正規店でね買って、僕の視聴者さんにはねとにかく本物のやつをね持っていただきたいなと思ってますので、これからもよろしくお願いしますということで、本日はですねアークテリクスのフォーマットロングスリーブシャツを紹介してみたということになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。